どうも皆さんはこんばんにちは、ジャシンです。はい、そんな感じで、今日もね、バグをご紹介していきたいなと思います。今回紹介するバグはですね、3つありまして、弓持ちバグで、剣持ちバグで、盾持ちバグのこの3つになりますね。はい、まあ、このバグ結構小さいバグなんですけども、こうストーリーの攻略とかに結構使えるバグだったりするので、まあ、よければね、皆さん覚えて帰っていただきたいなと思っております。はい、ではまあ早速ね、ご紹介していきたいなと思います。レッツゴー。はい、じゃあ一番最初に紹介するのは、弓持ちバグですね。まあ、前回も紹介したバグなんですけども、まあ、ちょっと改めて紹介していきたいなと思います。まずですね、こう盾を構えて、で爆弾出しましょう。で爆弾出して、操作としては、ZR を押してすぐに A を持つと、こうですね。で A を押すと こんな感じで爆弾を持つので、これを投げてください。これだけですね。はい、これ投げると、このように、常にね、弓を持った状態になります。走ってもこのように解除されますね。はい、前回紹介した時にですね、B を、ZR を押して、その次 B を押して A っていう操作手順を教えたと思うんですけど、実はあれ、B がいらなくて、A だけでだ大丈夫だったので、はい、申し訳ありませんでした。で、この弓持ちバグ、どこで使えるんだっていう話なんですけども、まあ、この暗闇、じゃドイブラ遺跡の暗闇とかですね、ここで結構使える場面があるなと思ったので紹介しますね。まず弓持ちバグを発動させましょう。とできました。できましたら、まあ、もう矢を小ダイヤにセットしてるんですけども、小ダイヤにセットして、写しを開きましょう。でこれで自撮りします。でいろいろポーズ書いてると、はい、このように小ダイヤがこう発動した状態っていうか、こう開いた形になりますね。こうするとこういう感じで照明がついたみたいな感じになるんですね。これ普通にダッシュしても大丈夫ですし、剣でこう攻撃してもこのようになくなることないんで、これ結構便利だなと思います。はい、で次は、剣持ちバグですね。まあ、こちらのバグ操作方法は結構弓持ちバグと似てるんですが、まあ、若干異なるのでご紹介します。でまず、まあ、爆弾を出すとこまで一緒ですね。剣出した状態で、盾を構えますと。でこの状態になりましたら、B とこのクイックメニューボタンですね、これをほぼ同時、若干 B 早めで、同時押ししていきます。こうですね。でこれで盾を外します。で外して、で爆弾を持つと、はい、このように、これがもう成功した証ですね。でこれ投げますと、はい、こんな感じで剣が今少し吹っ飛んだんですけど、すぐ戻ってきました。でこの状態になりますと、普通にダッシュしても、剣を持った状態になります。はい、はい、でこの剣持ちバグ、どこで役立つかって言いますと、まあ、今まさに目の前にあるこの青い炎を運ぶ、まあ、ミッションですね。これやるときに結構役立つので、紹介しておきます。まず、まあ、いつも通りバグを使いまして、なんとこの状態ダッシュしても大丈夫ですので、この炎つけまして、まあ、これダッシュすると、まあ、これだけです。まあ、普通はなんかもうゆっくりこう歩かないといけない場面なんですけども、まあ、このバグによってこうやってもう全力疾走でこう炎を運ぶことができるので、まあ、覚えておいて損はないんじゃないかと思います。はい、このように、すぐね、炎を運ぶことができました。まあ、よかったら皆さん攻略でも使ってみてください。はい、でこの剣持ちバグなんですけども、まあ、ちょっと面白いネタがあるのでご紹介します。まず今片手剣持ってるんですけども、これをこの両手剣に変えたらどうなのかっていう話なんですけども、なんとね、これ、はい、片手で両手剣を持つことができたと。
いう感じですね。槍でも同じなんですけども、はい、こんな感じで槍も、片手で持つことができると。で、これさらにですね、弓を打つとどうなるかって言いますと、はい、こんな感じで見えますかね。この槍をこう打とうとしてるリンクが見えますね。まあ、体験でもやってみると、まあ、こんな感じで、はい、完全にこれ古代矢の上位互換なんですけどもこれ結構シュール好きなんですよね。こんな感じで、はい、ちょっと絵面が本当に面白いんですけども、まあよかったら皆さんこちらの方も試してみてください。はい、で次は盾持ちバグなんですけども、こちらの盾持ちバグは、2つの、方法があるので2つとも紹介していきたいなと思います。でまず1つ目はですね、こちらの方が簡単なんですけども、まず盾を構えて、で次弓を持つんですけども、弓を持つ瞬間に、このクイックメニューで弓を外します。はい、これですね。この状態が、盾持ちバグです。この状態ですと、なんとあの左上見てほしいんですけども、あのシーカーアイテムが使えません。でしかもダッシュもできないし、剣も出せません。はい、結構何にもできない状況なんですけども、まあ、唯一じゃないか、多分唯一じゃないと思うんですけど、空中で剣を出すとこのバグは、解消できます。これですね。はい、これで解除ができます。まあ、このバグあんまり使いどこないんですけども、まあ、見た目のシュールさっていうだけですね。でもう一つの方法はですね、これはハイリアの盾限定になってしまうんですけども、爆弾を受ける方法になります。まず爆弾を出して、で剣を出した状態で盾を構えますと。でこの爆弾のタイミングが結構シビアなんですけども、このタイミングですね、この爆破のタイミングで、両手剣か槍をどちらかを装備します。まあ、今回は体験でやってみますね。はい、このように、盾が装備されたまま、剣を持つことができました。この爆破のタイミング結構難しいので、挑戦される方は、頑張ってください。でこちらの盾持ちバグはですね、普通にシーカーアイテムも使えるんですが、まあ、すぐにダッシュとかでも解除されちゃうんで、まあ、これもあんまり使いどころはないんじゃないかなと思います。はい、このように解除されちゃいました。はい、まあ、見た目のシュールさだけっていう感じのバグになります。はい、はい、で最後にですね、弓持ちバグの、応用的なバグがあって、結構実用的なバグになりますので、そちらの方もご紹介していきたいなと思います。まず、弓をこうやって持ちます。で弓を持ちましたら、B とプラスボタン、まあ、ほぼ同乗し、B が若干早めって感じの、まあ、同乗しで盾を外します。はい、これで外して、これで弓をこう持った状態になります。でこうなりましたら、Z を押して、で前ジャンプするんですけど、空中で ZL とZL を離して、B を長押しですね。はい、でこのように、リンクがスライドして移動することができます。はい、まあ、これ何がすごいかって言いますと、右下の紫色のなんですかね、メーターみたいな、見れば分かるんですけども、これほぼ無音状態でこう移動してるんですよね。でこの移動、この無音でこのスピードで移動してるんで、こう簡単にこう相手の不意をつけるっていう形になります。はい、で例えばあちらにいるボコボリンなんですけども、このスライド移動術を使うと、まあ、簡単にこんな感じで裏を取ることができます。全然気づきません。でおはようございます、さらにおはようございますって感じでね、まあ、こんなスピーディーに暗殺できるリンクは最強だって話ですね。でこのスライド移動術なんですけども、こう意外とライネルにも有効でして、普段ね
普通に近づくと気づかれて殴られることが普通なんですけども、まあ、このスライド使えば簡単にこうやって後ろを取ることができるんで。おはようございます、今は12時50分ライネルの後ろにいます。うえー、はい、こんな感じで簡単にライネルの後ろを取ることができました。はい、そんな感じで皆さんいかがだったでしょうか。今回ね、まあ、いろんなバグを紹介させていただきましたが、どのバグが一番好きだったでしょうか。よければねコメントしていってください。はい、じゃあ最後にですね、まあ、この最強装備を携えてあそこにいるライネルを、まあ、ボコボコにね、まあ、ぶっ殺していこうかなと思います。あれ、ちょっと待って、あれ全部した、待ってください、ちょっと待って、お疲れ。